皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中一数学、等式の性質と方程式の解、2回目です。等式の性質3つ目は、等式の両辺に同じ数や式をかけても等式は成り立つ、こういう性質です。 A という等式と B という等式がイコールで結ばれている場合、A に C をかけたものと B に C をかけたもの、同じ C をかけたものですね、これは等式として成り立つ、こういうことです。4つ目、等式の両辺を同じ数や式で割っても等式は成り立つという、こういう性質ですね。 A イコール B ならば、この A と B どちらも C で割った場合、 C 分の A と C 分の B ですね、これもイコールで結ぶことができるという、こういう性質です。じゃあこの性質を使って方程式を解いていきます。例の丸1、3分の 1x イコール5という、こういう方程式ですね。この場合、分数の分母、この場合3ですね、この3を両辺にかけます。つまり3分の 1x かける3イコール 5 かける3と、こういうふうになるわけですね。ここで約分ができますね。と x イコール15と、このように x の値を求めることができます。丸2番、 7x は28という場合ですね。この場合はx の係数の7で両辺を割ります。つまりこんな風に考えます。下に7をこんな分数の形にして書きます。そうするとここで約分できますよね。この7で割るんですね。こうなります。そうすると x は4と、このように x の値を求めることができます。丸3、3x は6という、こういう場合、x の係数の3で両辺を割るという分数の形にします。とここで約分できますね。ここでも約分ができて x イコール2と、このように解を求めることができます。丸4番、5分の 1x イコールマイナス2という分数の場合ですね。分数の場合ね、分母の数を両辺にかけます。つまり5分の 1x かける5はマイナス2かける5と、こうなります。で約分できますね。そうすると x イコールマイナス10という、このようにx の値を求めることができました。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。